えっと先日娘の不登校と母である私がの私のことについて相談させていただきありがとうございました娘にはあなたにとって学びの必要性大事なあ娘があロペ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 ロ ああ娘がなんだっけ不登校でなんか好きなことしかしてねえってやつか。ああ、なるほどね。<laughs> 娘にはあなたにとって学びの必要性、大事なことをし,しっかり伝え、理解してくれたようですと。夫はでも本人実際に勉強しないでしょと言いますので、中卒で苦労した私が娘と一緒にお勉強していくことになりました。楽しみですと。毎日のルーティンも少しずつ改善し、私、 夫のやるべきことが明確になったのでまだ始まってはいませんがかなり心が楽になりました今後行き詰まることが出てきましたら相談に乗らせてください乗らせてください乗らせてくださいは俺が相談してあなたに相談乗ってもらうってことですか俺 <laughs> <laughs> 何をあなたに相談したらいいですかうん。僕は僕は何をあなたに相談したいんですか あの、チンコが小さいんですけど、どうしたらいいですかみたいな、そういう話ですかうん、そのぐらいしか相談することないですね。うん。はい、っていうね。えー、本当に感謝しております。ありがとうございました。これからも頑張ってください。応援しております。ということで。まあ、そうですね。うーん、まあ、うーん、まあ、うーん、まあ、そうですね。 えー、まあなんすかねうん、うん、そうねえー、なんか一応うんどうしようかなまあやる気になってるところで変に水をさしちゃう可能性があるからいいか <laughs> うんなんかやる気ど,どうしよう いやいや、違う、頭働いてんねようーん。まあ。まあでも、これは言っとかなきゃいけんな。うーん、言っとかなきゃいけないわ。うん。あのー、えっ、ー、と、もっと、えっ、ー、と、俺、前回の時に、うーん、前回の相談の時に、まあ、ちょっと、一応、うーん、 前回の相談まあまあ前回の相談1月12月13日まあえっ、ー、とちょっと前なんですけど1週間くらい前なんですけどうーんまああんまりこうしっかりとは言わなかったですけどうーんとそうですね全力でもっと全力で考えてあげてくださいお子さんのこと。 で、えっ、ー、と、今また新しいワードが出てきて、俺、えー、ってなったんすけど、正直。まあ、これも言います、はっきり。えっ、ー、と、自分が中卒で苦労したんだったら、わかるっしょっていう。うん。小4だか小5から学校行ってなかった、そっから家で好きなことさせてて、それでどうなるかは目に見えてるでしょって。 本当に娘のことを考えるんだったら、本当に娘のこと大事で娘のことを大切に思うんだったら、やっぱりやるべきことはやらせないといけなかったし、うん。もう5年放置してるから。なんで5年間で、えっ、ー、と、5年間あって、俺が前回1日でパッと相談来て、それに対してパッと答え出せたものを、なんで5年間気づけなかったのかっていうところ。うん。だ本当にもっと本気で考えないと、 うん。マジで、あの、娘ダメになるっすよ、ガチ。娘か息子か、どっちだっけ娘だっけあ、娘か。マジでダメになるっすよ。うん。ほんとに。え、それで言ったら、中卒、中卒だからっていうのが理由になるんだったら、俺高卒だからね。言うとくけど。俺高卒やで。マジで。うん。いや、だからそんなネグレクトなんていう、そんなワードを出すね、お前。そうじゃないことはわかるっしょ。 でも、そう取られてもおかしくないレベルではある。それは。うん。その、その、ワードが出てきた理由も、わからなくはない。わからなくはないけど、安易すぎる。っていう。5年間何してたんすかっていう。マジで。それは。あの、まあ、なんですかね。えっと、うーん。 本当に、だって、俺、だって、その日の相談で、ね、一発目、一発で、その答え出てるわけで。だから、考えなさすぎるっすよ。ガチで。本当に娘のこと大事に思ってて、娘のことが好きでって思うんだったら、やることそうじゃなくないっすかっていう。もうちょっと本気で考えた方がいいっすよ。っていう。あのー、なんすかね。 親の間違った優しさで娘の人生ダメにするっすよ。本当に。マジで。だから今回はそうやって、なんか、まあ僕のアドバイスからそういう風な対応をしていくっていうね。あのー、こと。で、まあ一つ答えが出た、出て前に進めたから、まあ良かったけど、普通そこ自分でたどり着かなきゃいけない答えですし、もう一個俺このラインの中で、 すげえ気になったところがあったんだけど、夫は、でも本人実際に勉強しないでしょ。諦めやん、これ。なんで自分の娘に期待もしてないし、中二の娘、中、まだ中二なのに、なんでもう勝手に諦めてんのなんか。 俺すげえなんか、なんかすげえ嫌だけどね。申し訳ないけど。うん。自分たちが放置して、で、ね、小学生の段階から、やるべきことをやるっていうことを教えずして、勝手に諦められてんね。なんか俺正直、うん。なんだろ。正直マジで、何してんのこの、 クソ夫婦っって思った悪いですけどえ。せっかくやる気になってるところを、あのー、水を差すようで申し訳ないんすけど。うん。なんか、何言ってんのって感じ。ずっと。前回の相談から含めて。うん。だからなんかさっき、ね、あのー、 こう結構明るい感じでこ,この LINE の内容も明,るああの明らかんとした感じで LINE 送ってきてるけどうんなんか何言ってんのって感じずっと夫婦そ夫婦揃ってうんなんか他人事みたいな感じうんてめえの大事な娘じゃねえのかよマジでうんあのもっとてめえの娘のお前大事にしてる の、まあ、なんとなく、大事にしようとしてるっていうのはわかる。大事にしようとするっていうのは、甘やかすこととは違えからな。マジで。一生懸命脳みそ使えや。てめえの大事なものに対してよ。マジで。 てめえの大事なものをお前一生懸命大事なものに対して一生懸命脳みそ働かすのは当たり前のことだろ。5年間これで何の対応もしてきてねえってそれで放置プレイしといて。うん。何やってんだよマジで。てめえのガキを大事にするっつことはお前どういうことかお前もう一回考え直すぜ夫婦ともども。何言ってんだバカ野郎っていう話だね。 っていうことが言いたかったです。<laughs> っていうことです。まあ、あの、頑張ってください。うんで、あの、そうっすね。えっ、ー、と、娘が苦手だから、小学生の段階で苦手だからっていうものを、何がどう苦手なのか。どういう部分が苦手で、どういう部分がまだ少しできる。 そういうの全部細かく理解しろ。ただ学校行って人前が苦手ですだけじゃねえよ、お前。マジで。前回から含めてだけど。うん。っていうことです。うん。あの、ヒアリングをせ、その話題に、娘がその話題に触れたくないだろうから、じゃあねえお前。そこ隠れみのにすんじゃねえ。 てめえがその話題を出したくねえだけだろてめえがその話題で気まずくなりたくねえだけだろ娘の気持ちを隠れ蓑のにしててめえがやりたくねえことから逃げんな。何かを言い訳にすんな。って、僕は思ってました。はい。前回から。はい。っていうことです。はい。なので。